真実に生きんとする自由な魂と、この人間社会の悲痛な現実との間に展開される闘争、その血みどろな闘争を凝視し、鉄血戦とするシンセリティこそ、イプセンによって始められた近代劇なのです。例えば、人形の家のノラが奇跡が起こったらと言い捨てて出て行った後、また幽霊では、オスワルドが太陽、太陽と叫んだ時、我々は、まだ人生が解決されないままに奥の方に暗く長く横たわっているように思う。で、このようにイプセンの社会劇はほとんど全ていわゆる無解決的に幕を閉じている。しかし私は思うのです。人生はいかにも、苦しい生きがたいところであるが、その苦しみを逃れるために諦めて安易な生活を貪ったり、あるいは言うところの形式的な悲壮な道徳にとらわれて人生を律し去ることは全て偽りではないかと思う。人生は矛盾だらけな無残なところであるが、あらゆる虚偽を捨てて、悲鳴を上げつつまた喜びつつ生きていくときに初めて真に解放された性の歓喜が得られるべきです。良き芸術もそこに生まれ、過去の因習にとらわれざる真の道徳もまたここに見出されなければならない。今日、人生は受難者の道です。いや、私などはもう42だが、真実に生きたいものです。お互いに少し残ったが、今日はこれで終わります。何時思想のごとく徳はする異望の日を、柏をつんざくいかずちの先ばすんの稲妻よ、我が白刀を焼き壊せ。山田君、ゆうべもまた僕のうちへ若い連中が集まったよ。君、若い連中があんなに君を支持してるんだから、もっと積極的にやるべきだよ。ダメだよ君、坪内先生に気兼ねなんぞしないで、君の信じてる進歩的なものをどしどしやりたまえ。指定の義理と文明運動は別だ。島村君、養子根性は家庭だけでたくさんだぜ。もう幹事会を開きますから、坪内先生のお宅の方へお集まりください。とにかくこの研究所の第一回講演なんですから、島村君のイブセンはやるべきですよ。イブセンの人形の家をやりましょう。イブセンの人形の家ね、僕は教会としては時期尚早だと思いますね。もう一度先生のシェイクスピアをやった方がいいんじゃないでしょうか。支援ならともかく講演までやるとなると、一般の理解と共感が難しいんじゃないか、島村君。そうじゃありませんよ、金子さん。公園にこそ人形の家をやるべきですよ。近代思想を持ったイブセンなどやらなかったら、どこに近代劇運動の意義がありますか。先生がこの教会を起こされた趣旨は、在来の歌舞伎を一歩出て新しい国民劇を作ろうとなさったんだから、イブセンは幼い君たちの自由劇場に任そうじゃないか。いや、私がイブセンやマーテル・リンクをやりたいのはですね、個人の自由とか解放とか、そういったヨーロッパ近代の思想生活を舞台の上に再現して、
そして人々の胸の中に明らかな事故を呼び覚まさなきゃならない、こう考えているからなんです。うん、それは結構なんだが、日本でおそらく初めてイブセンを紹介した私がこういうのはおかしいが、近頃私はああいう問題劇に大いに疑問を持ってきて、演劇はやはり人を酔わせるもんでなくちゃいけないんじゃないのかね。しかしこれは坪内個人の考えなんであって、決して世間で言うように坪内の文芸協会とは思ってないんだが、とにかく支援として発表しよう。しばらくやってみたわ。やらせていただけますか。やれたわ。やるじゃないか島村君。しかしですね、役者をどうします。ヒロインの野良を。島村さん、誰にやらせるおつもりです。うちの女優にはとてもあんな大役は務まりませんよ。はあ、どうだね島村君。さあ土器君、君が親までやってみてはどうかね。さあ、いや女方では、あの作の近代劇の意義も効果もなくなります。困ったなこりゃ。いやいやいやったな、いやいやいやったな、なんて言ったってこんにちはあんたのそばなんか帰るもんですから。ほら、ほら、寄せよ、帰らなきゃ、帰らなきゃ、帰ってよ、寄せったわ。あ、せいまた帰らないか。先生、こんにちは。帰ってよ。どうしたまえ、どうしたまえ。帰ってよ。帰らないか。伸びきついですよ、みっともね。どうしたんですか。いえ、これが。これ？これだなんて、よしてちょうだいよ。先生、もう私たちは夫婦じゃないんですから。夫婦じゃない？で、どうしたんですか。先生にも聞いていただきなさい。そして、戻る気になったら戻ってきなさい。いつでも待ってるから。ね、誰が帰るもんですか。まあ、先生。ご迷惑でございましょうが、聞いてやってください。どうも、とんだところをお見せしまして。ごめんください。どうしたんだ。もうダメなんですの。私、前澤と別れてそこの路地へ引っ越してきたんですけど、話してたらしつこくまだ追ってくるんですもん。ああ、嫌になっちゃう。落ち着いて聞こうじゃないか。こっち来たわ。かけたまえ。先生、前澤と一緒になる前にも一度結婚していますのよ。千葉の方のお料理屋でしたわ。主人は道楽者で、私お母さんにもなれない片物にして、半年もならないうちに離縁されてしまったんです。世の中を恨みましたわ。何度死のうと思ったか知れませんわ。そんな時に知り合ったのが前澤なんです。私、今度こそは本当に幸せな夫婦生活をしようと思って一緒になったんですけど、それがまたこんなことになってしまって。いや、前澤君はとても優しそうな人じゃないか。それにまだ君を愛してるんだろ。いいえ、あの人は私っていうものを本当に腹から愛してくれちゃいないんです。無理解なんです。私をここ入れて女優にしたのはあの人の踊らずだったんです。立派な女優になろうと思って一生懸命に勉強していたら、熱中しすぎる夫への愛は忘れている。そんないい加減なことはできませんわ。いいえ、先生が何とおっしゃっても私は帰りません。負けませんわ。私は立派に女として生きてみせます。ただいま。おはようございます。ああ、どうだ、青年音楽家、いい曲ができるかね。あ、お父様、中村先生がお見えですよ。中村君が？ああ、そう。お帰りなさい。おはよう。珍しいわ。あんなに機嫌よく帰っていらしたこと、初めてだわ。あ、本当ですね。君、
ノラが見つかったよ、ノラが。誰だ。松井だ。スマブだよ。大丈夫かな、君。まあ、やれる。あれ自体がノラみたいなんだよ。いや、あんな多感な女だと思わなかったよ。いや、僕は楽しくなってきた。これは必ず面白くなる。ああいうお芝居をやっていただいては困りますわ。自分一人のために夫や子供を捨てて家を出ていくような、あなたがご養子でなく、仮に私がここへお嫁に参ったものとしてですよ。もし春子たちを置いてあの世に出ていきましたら、あなたどうなさいます。日本の道徳には合いませんわ。教育者の責任をお考えくださいまし。奥さん、島村はその前に文学者です。そして芸術家ですよ。私、坪井先生におぎりもございましょうが、本当は島村がお芝居などしないで、もっと教育者らしくしていていただきたいでございますわ。お芝居は役者に任せておきになったらよろしいじゃございませんか。私はどうも。奥さん、もう少しあなた島村って男を理解してやらなくちゃ。少なくともあなたは島村の人生の同伴者なんですからな。私はあまり利口じゃございませんから、理解などできないかも存じませんが、私はいつでも主人のためを思って言ってるつもりでございます。島村がですな、文芸評論家として日本の文壇並びに思想界のですな、どういう位置におるか、島村がご承知のように自然主義の指導者として重要な役割を演じてきてるんですから、あなたの責任も重大だ。島村をこのうちの種馬に終わらせないようにしてくださいよ。いやいや、これは私の失言かもしれん。あなた、春子の見合いは15日に決まりましたから、よろしゅうございますか。お許しくだすってありがとうございます。お待ち、寿司屋って何をするつもり。人形の衣装を脱ぐんです。いやいや、ちょっと松井君、人形の衣装を脱ぐのですが強すぎる。もうこれは大変な皮肉なんだよ。でも切羽詰まっているところです。切羽詰まってるからかえって冷たいんだ。内心は非常に興奮しているんだが、外見は非常に冷静なんだ。もう一度やってみた。わかりました。人形の衣装は脱ぐんです。それじゃいけないよ。この夫婦には破滅が来てるんだよ、決定的な。人形の衣装は脱ぐんです。いいよ、ダメ。もっと高いところから下を見下ろしているような気持ちでやってみたい。人形の衣装は脱ぐんだ。いや、どうも実感出ない。君は感情をぶつけるところが非常にいいんだが、こう内心を抑えているようなところが悪いんだよ。もっとこう内に溜めて、そしてそれをもっと隠し込んでおいてぶつけるんだよ。いいかね。君は奔放な波だ。その波がしぶきを上げて生きるためには力の岩が必要な。波が岩にぶつかるようにして、君やってみたまえ。わかりました。じゃあ、ここから続けて。大先生、お願いします。お待ち、そっちへ行って何をするつもり。人形の衣装を脱ぐんです。いや、もう一度。お待ち、そっちへ行って何をするつもり。もう一度。人形の衣装を脱ぐ。もう一度。人形の衣装を脱ぐんです。もう一度。これほどは思わなかったが、
っかり忘れてしまったじゃないか。さあご覧なさい。だからいよいよという間際まですっかりお稽古してくださらなくちゃいけないわね。いいでしょ、お約束してよ。よしよし。今日たちと私のことのほか何にも考えないでいてください。手紙一本もあげちゃいけませんよ。何も読んじゃダメですよ、すっかり済んでしまうまでは。あいつも怖がってるんだね、あの郵便箱。あ、いけませんいけません。逆らうのよ、来たまえ。赤ん坊だからな、したようにさせておくさ。けれども明日の晩は踊りが済んだら。その時はあなたの自由よ。奥様、お夕飯の支度ができました。いや、ちょっと先生、いかがです。君のはまだただ踊ってるというだけだ。命がけで相手を引き止めるということが足りないんだよ。いや、調子先生、いかがでしょうか。そうだね。じゃあ、初めからやってみますから。いや、もう今夜疲れただろうが。もういらっしゃいなさい。それに遅いから。じゃあ、おやすみ。あ、すみません。どうも、おやすみ。先生、私平気ですわ。大先生お願いします。君の精力には驚いたね。僕はもう参ったよ。育児なしね、土井先生。島村先生お願いします。よし。私、先生がいいとおっしゃってくださらなかったら今夜眠れないんですもの。島村君の気の毒だよ。いや僕はいい。いや願います。お願いします、お願いします。じゃあ踊りの最初から来ます。土井先生、ありがとうございます。私を波だと思えておっしゃいましたわね。そして岩にぶつかれて、うん、そうなんです。私っていう女は本当に岩が必要なんですわ。先生を岩だと思ってぶつかっていきます。ああ結構だよ、どんどんぶつかってきたまえ。じゃあおやすみなさい。あ、おやすみなさい。ならないと先様に失礼じゃございませんか。陛下のあるうちはダメです。それに見合い合うというものは過去の遺物です。私はそういう形式を好まない。一度ぐらいあったって本当の人物など分かるんじゃないから。春子たちを交際させてみたらどうです。そんなことしてお式もあげないうちに間違いでも起こしたらどうなさいます。それも当人同士の意思なら構わないでしょう。親の責任というものがございますよ。お互い同士の愛情と信頼の結婚でなくて春子がかわいそうですよ。生涯の不幸ですよ。あなた近頃どうかしてらっしゃいますわ。どうしたんだ。あんまり襟を抜くと下品に見えますよ。はい、二人の仲が本当の結婚にならなくてはなりません。さようなら。はい。いや少し暗すぎるんだ。希望がなくちゃいけない。
品に対する憧れはなくし、分かったね。じゃあもう一遍小返し。本当の奇跡とは。本当の奇跡とは、私たち二人がすっかり変わって、私もう奇跡なんか信じない。けれども私は信ずるよ。私たちがすっかり変わって二人の仲が本当の結婚にならなくてはなりません。さようなら。じゃあもう一遍ご安心。けれども私は信ずるよ。けれども私は信ずるよ。とても褒めてるよ。何よりあなたの勢力に驚きましたよ。幕が進むに従って熱も力も加わってくるんだから。もう夢中でしたの。井原先生、あなたの演技はさらにのあの熱にも引き寄った。もうこれでどんな進撃も日本でできる気がする。猫だ猫だ、すいません。もう2人も影響がある。聞こえた聞こえた。春田はやろう。もうやろうやろう。いやー、愉快だ愉快だ。嬉しいことってめったにありませんわ。ああ、この勢いでこの PR は武道の故郷だ。ええ、何もなりますわ。どしどしやります。先生、うっかり言いなきゃくださいな。よし、もう君を放たない。私だって離れませんわ。まるで恋人同士の精霊じゃないか。ああ、中村先生、私そんな気持ち。言わなくてもいいよ。大いに言われたまえよ。三つ葉に長いすれば狂うもかなりだ。ああ。僕はまだ飲み足りないからここで失敬する。じゃあ、失敬。いやな、中村先生、あんなこと言って。先生、ヌダマの故郷ってどんなお花なんですか？とても厳格な軍人の娘で、マグダというのがある。お呼びになりません？今のマグダの話を聞かせてくださいな。ねえ、いいでしょ？よろしい。
じゃあどうぞ。紅に黄金に燃えて水色に冷めてはまたも燃ゆる君かな。いいなあ京都の秋は。毎年春秋は京都公演をやっておらんだな。しかしよく入ったね。人形の家の時よりは今度のまみたの方がずっと良かった。いい気なもんだ。困りもんだ本当に。私が先生を好きになったらどうしていけないの？大きく出すのよ。聞こえたって構わないわ。誰にだって聞いてもらうわ。聞こえて悪いのならなぜ言うのよ。卑怯だわ。トントン拍子に役がついていい気になってるなんていうものがあるから気をつけなさいと言うんだよ。まあ私をそんな寂しい女だと思ってるの？いいわよ、自分でいいと思うことなら何度言われたってやるんだから。お父様、お母様、お母様。
変わったことはありませんでした。ございました。何ですか。どうぞ母からお聞きくださいまし。本当ですか。先生のところのお弟子さんとどうとかいう話がありますが、どういうつもりです。一子や私に不服がおありならそう言ってくださいよ。そういう面当てがましいことをするもんじゃありませんよ。外文も外文ですが、そんなことをしてあんたどうするんです。あんたがしっかりしとればそんなことになるはずはないのです。そんな女とはすぐに別れていただきます。それがおできにならんのなら、一子や孫たちにはかわいそうですが致し方ありません。お父さんに申し訳がない。昨日坪内先生の奥様がお見えになりまして。奥様。はい。島村さんがただの人ならいいんですけど、学校の先生ですし、奥さんもお子さんもある方なんですから、あなた方の過ちは。過ちではありません。過ちではありませんわ。私には全部です。勉強していく上にも、生きていく上にも。島村先生は私にとってはなくてはならぬ方になってしまったんです。私でも、そうなってはいけない、いけないと我が手で我が身をむち打っておりました。ですけれど、それが先生、本当に自分が生きるためにしたことでもいけないとおっしゃるんですか。しかし今の社会には入れられない。断念しなさい。嫌です、嫌です。断念しなさい。出なければここを辞めてもらわなければならん。腕組みの時さ、お前、あぐらをかきなさい。実は学校でも教授仲間や学生まで噂してるんで、学長も心配してる。舞台監督の方はしばらく控えた方がいいんじゃないか。表立たん方が。え？あんな山出し娘に食っちゃ君の地位が泣きますわ。私も昔取った絹塚だ。少し息筋のご案内でもいたそうだ。
いらっしゃいまし。さあどうぞ。今島原君に少し粋な遊びを伝授しようかと言ってるところなんだ。本当に島村さんはお堅いから、昔の先生を見習って少しお茶遊びでもなさったらどうなんです。先生、ね、何とおっしゃって、ね、何とおっしゃって、言って、ね。君は何と言った。やっと生きる幸せを見つけたのに、みんなして私を。いいえ、私は引きませんわ。何と言われたって引かないわ。泣いて身を引くような、そんな意気地なしの嘘つきになりたくありません。諦めるくらいなら死にます。死んでしまいますわ。ねえ、そう言ってちょうだい。そう言って。ねえ、ね、先生もそう言ってちょうだいよ。ねえ、ねえ。父さんのことでお前あたりまで苦労をかけてすまないと思ってる。縁談も壊れてしまったんだってね。お父さんを恨んでいますか。いいえ。恨まれても仕方のないことだと思っています。だけど私はそんなことで断ってくる相手なら、今度の縁談は壊れた方が春子のために幸せだったと思う。春子の結婚はお互い同士心からの愛情と信頼とで結ばれた結婚であってほしいと、お父さんはいつでもそう思ってる。春子、今に必ずそういう相手は見つかります。私はそう信じている。
一生独身で暮らします。本当に突然で申し訳ない次第ですが、私は家を出ます。家を出る？滝さん、そんな無法なことってありますか？一子、滝さんはどういうのです？何度申し上げても過ちを改めてくださらないのですから、仕方がないことでございましょう。滝さん、あんたが今日の地位にまでなったのは誰のおかげです？島村の家への義理をあんたがお忘れになったの？決して修正忘れません。しかし私はこうせざるを得ないのです。一子、子供のことは頼みます。島村の家を捨てになる方にそんなことをおっしゃる権利はございます。扶養に関しては責任を持ちます。印鑑その他これにおきます。じゃあ健康にご留意くださって、お幸せに。言われるぞ。あくまで栄翔を聡明に浴びるのも覚悟なのか。中村君、いや僕は真実に行きたいのだよ。君は責任疎い教授先生だ。クロートの工業士に立ち交じっていくには非常な苦難があるが、みんな承知の上なのか。承知している。よし、その覚悟ができてんならやれ。僕も手伝う。え、はあ、手伝ってくれるか、うん、それで金策はどうなるんだい？上方の友人に相談して禁止になってもらうつもりだ。よし、すぐ出したまえ。僕は君の門下の秋田菊山たちに呼びかけて一座の組織にかかる。仮の事務所も探しておこう。あんまり急な話なんて私面食らってしまいましたよ。気をつけておいでなさいね。え、ありがとう。せっかく仕事の方も成功なすったのに、本当に惜しいですわね。田舎へ帰ってお食べくださいよ。え、じゃあさようなら。じゃあそこまでよ。もういいんですの。どうぞ。いい月だね。いや、ふと君が書いた囚われた文芸を思い出していたところだ。あの文章は実に美しい。あの幻の最初に出てくるのはプラトンとアリストテレスだったな。ちょうど君と僕のように並んで出てくる。
いや、実際我々も二人して大いにこれからのために仕事をしなきゃならんよ。しかし私もいつまでも若い気ではいるが、今夜ならさすがに修礼老骨に染みていかんよ。あ、どうだ、月見でもしながら一献献じようじゃないか。先生、なんだね。どうしたんだね。心にもなく先生に従いますより意志を持って打たれましょうとも、私の信ずるところに向かって渾身努力をいたしたいと思います。どうかお許しを願います。許せんよ。許せると思うのか。真実に生きるためだ。本当の近代劇の伝道を打ち立てるためなんだ。劇団の名を芸術だとする。一流の劇作家、舞台監督、音楽家も画家もそこへ集めて、そして理想的な演劇研究所をこの日本にも作り上げるんだ。それまでは、あらゆる激しい苦難と戦わなくちゃならない。女の君にはとりわけ数当たりが激しいに違いない。覚悟はいいね。先生さえいてくだされば私は決して負けません。二人でしっかりと手を組んで進もう。どんなに柔軟な道でも。あんなカチューシャみたいな演歌師の歌芝居には付き合えないと言っているんですよ。何ですって。あ、待ちたまえ。さて、君たちの言うことはよくわかるんだ。しかしこのまま原始的なものばかりやってったんじゃ、君たちの言う芸術も芸術座も共倒れだ。明日の前進のためには一本も二本も退却しなければならない。いい演劇を作るためには理想的な稽古場を持たなくちゃならないだろう。そのためには何としても芸術座の経済的な基礎を作らなきゃならないんで。先生、先生たちは芸術をおやりになるのは本意なんですか、それとも芸術座を残すことが目的なんですか。はっきりしてください。つまらぬ芝居を続けて醜い姿を晒すより潔く倒れたらどうなんですか。それとも
松井さんを売ることがそれほど大事なことなんですかね。嫌ならおやめなさいよ。君、いい、今すぐやめてちょうだい。すみません、私だって嫌よ。しぶしぶ付き合ってもらっていいお芝居なんかできるもんですか。あなた方がいなくなったって私一人で芸術はやっていきますよ。いや、やめたの。澤田君、君の言うことはよく分かった。何とかしなきゃならないと思って。しかしとにかくもうこうやって復活の公演も間近に迫ってますし。分かりました、いろいろお世話になりました。おやめなさいよ先生。私を引き立てるのは当たり前じゃないの。私は決して思い上がって言ってるんじゃないのよ。え、なんだよ、世間を相手にお芝居する以上人気のある私が表に立つのは当然じゃないの。生意気だ。だから私何言ってんだよ。先生、やっていけるわね。いえ、やりましょう。私はやるわよ。マグラのセリフじゃないけれども歌って歌って歌い泣かしてやるんだ。さあみんな稽古稽古。さあ先生稽古稽古よ。みんな病棟なんだから。でも他人はしたい意味ですよ。じゃあ他人さん、したいお出し。はい。でもこんな可愛らしいしたいでは接吻する場所がないよ。いけなきゃいけない、したい意味です。Thank you.
すげえの荒れるのも当たり前だわ。こんな楽屋なんか寝泊まりしちゃってろくろく休むこともできやしない。毎日毎日舞台は変わるし。さあ、島の状態。今日だってどう？お聞きなって。赤ん坊はギャー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 泣くし、村の若い衆はゲラ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 笑っちゃうし、こんな中で芸術的な演技ができるもんですか。苦しいのは分かってる。しかしたださえ悪い条件の中にいるんだ。ここで手綱を緩めてみたまえ、ずるずる芸は落ちていくばかりじゃないか。先生がいけないのよ。こんな旅なんか出ないで、みっちり勉強をどうしてさせてくださらないの。旅だと思ってバカにしちゃいけない。僕たちの旅興行は人のためにも自分たちのためにもどれだけ役に立ってるかわからないのだよ。僕はそう信じている。与えられた状態の中で最善の努力を尽くす、それだけだ。先生、私は本当のお芝居がしたいのよ。先生にこんな旅興行の付き人のような真似なんかさせたくないのよ。いいな、みっちり勉強のできる稽古場が。いや、稽古場のことは東京で中村君がいろいろ心配してくれているよ。いつのことだから。夢に見た稽古場がやっとできたわね。先生の理想のものよりはずっと貧弱だけど、でも何より落ち着いて稽古のできるのが嬉しいわね。嬉しいですよ。少し狭いけど、こじんまりした研究劇ならできるわね。そんな虫のいいことをおっしゃっちゃ困りますよ。いただいたお金じゃこの舞台一つできやしませんからね。それを自分たちのものと思っちゃかないませんよ。いや、まあとにかく商売などしてもらっちゃ困るんだが。だってあんた、こっちじゃ材料から手間からみんな戦えてやってるんだ。何も道楽でやってるんじゃねえんですからね。しかし予算よりうんと高くついてるんだから。君、それは材料の値が違ってきていますよ。お引き受けした時の倍以上なんですからね。じゃあこうしましょう。この月中に後金を全部払ってもらいましょう。それができなければ仕方がない。この建物は競売させていただきます。さあ、もう一人誰か追加して。これね、あそこちょろっと見せてて。壊しちゃダメよ。まだまだ上がってきちゃダメよ。片付いちゃいないのよ。どうかしたの？ご苦労だが、また旅に出てもらわなくちゃならない。また旅？そう。少し遠いが、二三日うちに立ってもらいたいんだが。いいわ、行きましょうよ。行ってくるかい？ええ。じゃあ渡君、今の話すぐ決めてきてください。あ、承知しました。あさってが普段、それから形状と朝鮮中を打ち続けて、五力を渡ると、今度は逆に春君を振り出しに長州、長州、武将と。大連に着くまでに今年も終わりだ。渡さん、じゃあ今度のお正月もまた旅の宿やね。いやね、芸術クラブでお年を祝うのはいつのことかしら。それ仕方がないさ。なんで朝鮮の満州だって名前で、いつまでこんな旅続けるんだ。芸術クラブのため、芸術宿のためと思って。男のくせに何言ってんの。元気を出しなさいよ。私たちは何にも考えないで、ただ勉強しましょう。そのうちには大劇場が迎えに来るようになると思うわ。いえ、私きっと迎えに来させてみせるわ。ねえ先生、そうでしょ。
先生、先生。うん、どうした、苦しいかい？うちに寝ていたんだわね。夢でも見てたのかよ。夢ともうつつともない、まだあの長い旅をしていた頃のような、行っても行っても果てしのないような気持ちだったのよ。うん、熱の高いせいだろう。ねえ、安心欲しい、お喜び。いよいよ来月から明治大出ることになってるんだからね。これは夢じゃないんだからね。愉快じゃないか。いや、愉快だよ。しかし、北は北海道から南は台湾まで、よくもまあ歩いたもんだよ。これからだよ。あの長い間の苦労を生かすのは。これから大劇場に出て、本当に一般の民衆に立派な芝居を見せてやるんだよ。え？一緒に出る歌舞伎の人たちはみんな、君を任してやろうと思って手ぐすね引いて待ってるよ。負けるもんですか。芸術座の名にかけたって負けはしないから。そうだとも。ほらごらん。成功の時君にあげる宝器もちゃんと用意してある。まあ、素晴らしい指輪ね。これ先生が見立てたの？うん、そうだよ。まあ、どう？素敵でしょ？ああ。わあ、私もう明日からお客するわ。まだまだ一日二日はいけないよ。大丈夫よ、こんな風ぐらい平気だわ。では木役さんと一つに見えるのですね。妹が私のそばを通って私を立てても気が。先生どうしたんです？おい、先生どうした？先生、どうかなって？いや、なんでもない。ちょっと寒気がするだけだ。まあ、熱が。いけないわ。熱が出ててよ。私が移しちゃったんだ。もう、やめましょうか。いや、やめちゃいけない。続けたほうがいい。どうも、失敬しました。先を続けていただきましょう。大丈夫？大丈夫。まあ嬉しい、まあ嬉しい。望みに輝いているあの子の顔を見ることができるのですね。恋人があの子に言う言葉も。あ、血だ、大丈夫です、大丈夫です。これは血ではありません。これは小さな虫がお嬢様のお家に止まって。君、イサベルラが教授だということを忘れない。体は軽い。大丈夫ですよ、こんなに元気なら。まあよかった。どうも移したり移されたり、相変わらず気質愛はしすぎますな。いやね。ところで永田君、台本は読んでくれましたね。ええ、監督の方はお頼みしましたよ。この人がご承知の通りの機関機でご迷惑かもしれないが、しかし芸術座としては大事なところですから責任が重すぎますが、とにかくできるだけ努力はしてるな。そうですか、それはありがたい。じゃあ君、永田君を私だと思って無理を言わずにしっかりやるんだよ。え、どうぞお願いします。しかし納得のいかないところはどしどし食ってかかるんだね。そう、けしかけちゃいけませんよ。森の方で馬がいななく声がいたします。おお、お目覚めになったようだ。だんだんの方いらっしゃいます。こちらを降りていらっしゃいます。ございましたか。私の参りました時、窓のそばで夕お休みでございましたな。
静かに。渡君、何の用か知らんが、稽古中監督の僕に断れるらしい。困る。すみません、すみません。実は今芸術クラブから電話でね、先生のご予定が急におかしいって言ってきたもんですから。ちょっと失礼します。
島村君はよほど長く患っていましたか。いいえ、ほんの四分地でございました。やはりまあほんの風邪だったもんですから大したことはないと思ってたんです。それが肺炎になってしまう中村君、実に残念なことをしました。ああいう関係で私と別れたが、私が今度島村にどっかで会うとすれば、きっと何か日本の文化史上に大きな仕事をした時だろうと予想していたんだが、こんなことになろうとは思いませんでした。玄関まで両方に。両方。あ、そうですか。失礼します。それから、いらっしゃいませ。どうぞ、こちら。どうぞ。中村先生。見えてるからね。どんなことがあっても決して興奮しないようにいいね。少しも悪いことありません。みんな島村が悪いのです。喧嘩した仲間がね。
今も今度の芸術座の正月興行にぜひ仲良く合同してやってくれと言ったところはみんな喜んで承知してくれたんだよ。それとありがたいじゃないか松井さん。先生、私は、うん、憎いものとお思いならないで。いや、私はそんなことは思っていない。よく芸術座をあれまでにしてくれました。とにかく新劇を一般の見物に馴染みやすいものにした功績は大きい。新劇が大劇場に出る礎を作ったのだ。私はお礼こそ言え憎みなどしません。みんなあんたの努力、あんたの腕がものを言ったのだ。あんたは新劇にはなくてはならん人になったんだよ。だから確信を持ってこれから大いにやってもらわなくてはならん。島村がいる間はみんなも遠慮して私の顔を立ててくれた。しかし島村が倒れた今はみんなしてあれの意思を全うしてやろうじゃないか。そうです、そうです、そうなの。はね、分かったね。島村亡き後の芸術さを背負って立つのはあんたですぞ。先生、参ります。私明治座に。芸じゃない。君の現実のいわば延長に過ぎないんだ。
僕は君の体から何かこう大きな危険なものを感じるね。先生、舞台どうでした？ねえ、あれでいいの？ねえ先生、あれでいいの？ねえ言って。先生、それじゃ俺は嘘をついてるっていうのか？そう。まあ聞いてくれ。仕方ない。カルメ、
遅れますよ。来てくれた。タナタさん。もっと本気で気を入れてやってみたらどうなの？気を入れてさ、さあやってごらんなさいって。はい、いい？申し上げますから、とにかく今日は休園しますから、その手配を頼みます。
自殺したんです。ええ、あ、とにかく、あ、そうですか。あ、お願いします。あ、ごめんなさい。それで、なんでやったんですか。刃物ですか。カミソリ。いいえ。毒？いいえ。じゃあ、これですか。ええ、まあ、そうです。何時頃？今朝早く一段の方が見つけたんです。どこでやったんです？この奥の物置なんですがね。原因は？何か訳があったんですか？それはわからないんです。どうしてあんなことをなさったのか。カルメンも大変大当たりだし、一段としても別に困ることはなかったんですがね。医師は書き置き？それは私は存じません。ちょっと。指導者を亡くして全く生きる自信を失ったのです。島村のない松井は難しかろうと思って随分酷なことを言って、あの負けん気で立ち直るのを待っていたのですが、死んではいけない、死んではいけなかった。だが島村も松井も自ら悲劇の主役になって進撃運動の黎明を呼んでくれました。尊い礎です。この礎の上一層美しい演劇の変動を打ち立てなければならない。